ですね、はい、まあ、どんな極悪人にも、うん、擁護する人っていうのがいるんですよ。いますね。いますよね。例えば黒川翼のと黒川率いる根本とか、あの辺、うん、もう極悪人ですよね、うん、俺は極悪人やと思ってるんで、うん、でも擁護する人物がいるんです。人間が湧いてくるんですよ、うんうん、黒川さんは悪くないとか、翼の党は悪くない、正しいんだとか言ってさ、ああいう行動するのも仕方ないんだとか言ってるやつが、うん、書かれたことあるからね、うちの動画にもコメント、うん、頭大丈夫って思うんだけどどこがやねんってもう理屈じゃなくてどう考えてもあかんやろあんなのどこが正しい、言ってることも全然正しくもなんともないしさ別に、うん、頭大丈夫って。だから俺がずっと前から言ってるやん、どんな頭の、まあ、頭のおかしいやつが、強烈な頭のおかしいやつがバーンって出てくるやんか、うん、ライフスペースの高橋さんとかね昔懐かしの前に言ったことあるもん、そういう頭のおかしい人がバーンとカリスマ的な頭のおかしいやつが出てきて、まあその一人が頭おかしいのは分かんないけど、それにさ支持する人間がある程度湧いてくんだよね。どんな人でも、どんなおかしいこと言ってても、うん、それは上がってたんやけどさ、その翼の塔とか見ててもさ、うん、あ湧いてくんやなと思って、うん、で何が言いたいかっていうと、うん、大津彩香さんです、はい、まあ、俺はそう思ってるっていうだけやからね、うんうん、言っとくけど、まあ、極悪人やと思ってるんですけど極悪人やと思ってるんですけどね極悪人っていうパワーワードも広まってきてるみたい、なんか広まってきてるよね、なんか知らんけどね日本で一番嫌われてる女と極悪人とか、うん、5倍ね、ユメニアンの5倍とかね、大津彩香さんですよ、はい、それにも擁護する人が湧いてくるんです、うん、本当に、まあ大津彩香さんってさ、ジジイに人気があるみたい、ジジイキラーらしくて、噂によるとね、うん、多分大津彩香さんに、彩香さんにな、そう、彩香さんに手こきしてもらいたいジジイがいっぱいいるらしいんですよ。手こきされたい。でさ、最近うちもさ、うん、もう今更なんやけどさ、大津彩香さんフィーバーになってるじゃん、うん、こんな面白い人がいたんやと思ってさ、うん、こんな面白い人がいたんだと思って動画にしようって言ってさ、上げさせてもらってさ、うん、めっちゃ評判やん、はい、で楽しくてしょうがないんですけどね楽しくてしょうがないのもあるんですけど、うん、その反動でさ、その、うん、あんかたんに手こきされたいジジイがたまに湧いてくんのよ。大体は面白いですとか、僕もそう思いますとかさ、楽しいです、もっと頑張ってくださいっていう肯定的なさコメントなんやけどさ、 1% ぐらいかな、わからへんけど、統計取ったわけやないけど、100件に1件ぐらい、うん、そのあんかたんに手こきされたいジジイの用語コメントがさ、めんどくさいな、あやかたに手こきされたいジジイっていうのもめんどくさいんで、うん、あやてこ G にしましょうか、あやてこあやてこ G もしくは ATG アルファベットで言うと ATG、はい、あやてこ G、うん、であやてこ G がさ、うん、なんかあやかたは悪くないみたいなこと言ってくるんだけど、うんうん、違う、それ何が言いたいかっつったな、あやかたは悪くない、やったらな、まだな、わかんねん、いやお前が言っていることは間違っている、彩香は悪くないんだやったら、まあわかんねんか。で俺が意味わからへんのか、うん、立花はこんな悪いことやってんだぞって言ってくる G ばっかりやんか。あやてこ G はさ、あやてこ G のなんか決まり文句みたいにさ、立花はこんな悪いことしてんだぞって言ってくるのよ。考えてみてくれへんまあ弟子に考えてもらってもしょうがないけどさ、でも考えてみてや、立花がこんな悪いんだって、こうこうこうでこうこうこんなことやってて、こんなんなんだぞ立花はとかって言ってくる、あやてこっちばっかりやね、うん、大体な、うん、ほぼそうやわ、ほとんどそうやわか、なんか単純な俺に対するなんか罵倒おめえ頭悪いなみたいな、それも意味、まあそれはそんでいいんだけどさ、一番意味わからへんのが、立花は悪いやつなんだぞーとかさ、立花は執行猶予付きの犯罪者って知ってるのかいみたいなさ、いや知ってるけどって、いや別に知ってるけどって、でその G どもに言いたいのか、あえてこう G に言いたいのかな、うん、まあ仮にな、うん、立花がこうこうこうでこんなことやってる極悪人なんだぞって
はい、説明されたとすれんコメントで書いてることを俺が納得して、はい、うん、ああそうなんや立花さんはそんな極悪人だったんだって納得したとするやん、はい、仮にね、うん、そんな悪いことして、まあ、それ信憑性があってな大体ああやってこのジーンの言ってること信憑性もないんやけど、うんうん、まあなんかまあ奇跡的にそう信憑性のある文章を書けるああやってこジーがいるとしてよ仮にな、うん、まあいいヒント思うけどなこの世にそんなものは存在しないと思うけどまともなフェミニストがいないのと一緒で信憑性のある文章を書けるああやってこジーなんておらへんねんか、うん、まあ仮におるとしていわゆる思考実験ですよ、うん、今言ってることはいるとしてねえああ立花さんってそんな悪いやつだったんやって俺が思ってね、うん、そんな極悪人なんや教えてくれてありがとうってなったとするやんなったとしようや想像してくださいよ、はい、今想像してます、うん、想像で、うん、なったとするやん、うん、じゃあ大津彩香さんへの俺への評価が上がんの、うんうん、極悪人が2人になっただけやんな思わへん。本当だ。そうやろ。だから立花がこんな悪いんだぞとか言ってんねんけど、あ立花は悪いやつだったんだ。そうか教えてくれてありがとう。でも大津彩香も悪いよねってそれだけのことやんな。悪人が二人になっただけの話なんですけど。本当だ。そうやろ。本当だ。それを分かってないね。あやてこじいはさ。なるほど。うん、だからなんか話が噛み合わへんだよね。あ、うん、わかる？わかります。でも案外こういうこと、この話だけじゃなくてさ、うん、こういうこと言いがちやん。フェミとかもさ割と、うん、まあ左翼とかさなんか例えば社民党の悪口言ったとするやん、 なんか、うん、社民党の特に副党首は変なやつだとか言ったとするやん、うんうんうん、それでさ、でその社民党の支持者がな代わりにな、うん、自民党の岸田なんてもっとこうこうこうでこうでこうでもっとおかしいぞとか言ってきたとするやん、はい、で、あそうなんやと思って、ね、奇跡的にその社民党の支持者がなその信憑性のあるコメントを書いてきたとしてさ、うん、まあ、信憑性のあるコメントを書ける社民党支持者なんていいんだけどな、この世にそんなやつはおらへんねんけど仮におるとしようや、思考実験やから、はいはい、でそれが自民党の岸田はどうのこうので悪いんだぞって言ってきたとするやん、うん、お岸田って悪いやつなんやと思って、教えてくれてありがとうってなったとするやん、岸田ってそんな悪いやつやったんやって、うん、俺知らんかったわ教えてくれてありがとうってなったとするやん、はい、で社民党の評価別に上がらないです。そう悪いだから社民党の副党首様と、うん、岸田っていう悪人、俺の中での話はあくまでも悪人が2人になっただけの話なんですけど、それが分からんやつが多いのよね、うんうん、だからこの大津彩香さんのことを擁護してかばいたんやったら、うん、大津彩香さんの言われてることいっぱいあるやんか、なんかそのなんで党首にいつまでも居座ってんのとかさ、うんうん、だから言い訳は知ってるで、党首に居座ってる言い訳っていうか、うんうん、一応の理由は知ってるで、うん、立花さんの不正を追及するためなんやろ、うん、だからそんなんはもうええからさ、そんなんは分かってるからさ、今言われてることなんだよ。俺も一応もう動画をもういろんな大津彩香動画をもうひたすら何百本も見まくって大体分かってるから、その辺はさ、そんなんはいいし、本当に大津彩香さんがなんか人間として信頼できる人間だっていう、それを信憑性のあるコメントで書いてほしいんですよ。なんか立花叩きしても何の意味もないで、だからああやってこじてやっぱりバカやから分からへんやろうなと思って、その辺が、うん、もし俺の今言ったことが理解できるんであれば頑張ってくれ。以上です。はい。日本で一番嫌い。